スイングフィックス。スイングデザイナーの澤田大輔です。90ギリを目指す皆さんのスイングをデザインします。スイングデザイナー澤田大輔プロ。プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、2004年ツアーデビュー、2013年にはティーチングプロへ転向し、おもてなしの心で日々スイングをデザインしています。72打席220ヤードのレンジと天然パターグリーンにバンカー練習場も併設している横浜スパークゴルフクラブからお送りします。今回は左足下がりと左足上がりの打ち方をデザインします。90切りをするためには傾斜になってもある程度きちんとヒットできるスイングを身につける必要があります。この2つの傾斜を割と簡単に克服できる、そんな方法をデザインしていきます。左足下がりのポイントは2つです。トップの手の位置、この高さよりもフィニッシュの手の高さ、こちらの方を低くするということがポイントになります。この傾斜に沿ってクラブを振るということが重要になりますので、この手の位置関係を作ることで傾斜に沿ってクラブを振ることができます。2つ目のポイントになりますが、ボールの位置を通常よりも1個分から2個分右に置くことになります。左足下がりというこの傾斜は右側が高くなっていますので、ボールの位置を右寄りに置くことでダフり防止につながります。ではこの2つのポイントを押さえて1球打ってみたいと思います。通常のボールの位置、通常は真ん中ですね、このボールの位置よりも1個分から2個分右に置きます。でトップの手の位置、この高さよりもフィニッシュの手の高さの方を低くします。次に左足上がりの打ち方になりますが、トップの手の位置、この手の高さよりもフィニッシュの手の位置、この高さを高くすることです。このポイントを押さえることで左足上がりのこの傾斜に沿ってクラブを振ることができます。そして2つ目のポイント、ボールの位置になりますが、通常のボールの位置よりも1個分左に置くようにしてください。こうすることでこの傾斜に突っかかることなく、フォローは突っかかりやすくなりますので、ボールを左に置いておくとこのクラブの抜けが良くなります。この2つのポイントを押さえて1球打ってみたいと思います。で練習場で、この対策するときはティーアップで練習していただけるといいですね。でティーの高さはマックスの状態でいいと思うので、できるだけ高いティーアップで練習してください。ではまずボールの位置を通常よりも1個分左に置きます。トップの手の高さよりもフィニッシュのこの高さ、この手の位置を気をつけて打ってみます。最後にアドレスの共通点になりますが、重力に逆らわずアドレスをする、これが大事なポイントになります。左足下がりの場合は、このような状況、傾斜はこうなってます。でこの傾斜に沿ってではなく、重力はこの方向になるので、この重力の方向と背骨の向き、これをなるべく揃えるようにしてみてください。左足上がりの場合は、このような状況になります。傾斜の面はこういう状態ですね。重力はこの方向、この重力と背骨、この向きを揃えてアドレスをするということが大切なポイントになります。こうすることでバランスよくスイングすることができますので、このポイントをしっかり押さえてみてください。飛距離に関してですが、左足下がりはランは出やすくなりますけれども、キャリーに関してはそんなに平らな時と差がないと思っていただいて大丈夫です。で左足上がり、これに関しては
トップがコンパクトになる分キャリーは落ちてしまいます。なのでワンクラブ大きめのクラブを持って打つようにしてみてください。左足下がりや左足上がりになっても確実にグリーン周りまで運べるスイングをデザインしていきましょう。